平成27年台風第11号は2015年7月4日に発生し日本列島に接近、上陸した台風。進路図7月3日、マーシャル諸島で発生した熱帯低気圧 11W が4日3時頃、北緯9.8度、東経170.8度で台風に成長し、アジア名南ーと命名された。台風はマーシャル諸島近海を発達しながら、 精神5日21時からの48時間で中心気圧が60ヘクトパスカル低下して925ヘクトパスカルに達し7日には非常に強い勢力となった9日から10日にかけてマリアナ諸島を通過した後12日から進路を北寄りに変えて13日には南鳥島近海に到達15日には大型で非常に強い勢力となり さらに北上を続けて大型で強い勢力を保ったまま、16日23時頃に、高知県室戸市付近へ上陸。四国を縦断した後、瀬戸内海に出て、17日6時頃には、岡山県倉敷市付近に再上陸。同日午後に、日本海に達した後、17日21時に、北緯36.8度、東計134.3度で、 熱帯低気圧となった。以下、この台風の経過である。大雨により増水する向こう側東海地方から関東甲信地方では非常に激しい雨を伴い大雨となったところがあった。15日12時から18日24時までの総降水量は三重県大台町宮川で700.0ミリ、神奈川県三北町丹沢湖で424.0ミリなど、 東海地方から関東甲信地方では400ミリを超えたところがあった。東海地方や伊豆諸島を中心に風が強まり、秒速15メートル以上の強い風を観測した。最大風速は東京都三宅島松ぼたで、秒速19.6メートルまた、最大瞬間風速は三重県大和瀬で、秒速26.8メートルを観測した。マーシャル諸島の首都、 マジュロでは、4日に、台風の強い風で住宅の屋根の破壊や倒木、停電などが発生したほか、少なくとも25隻の方にあった船が緩い、破られた。また、沿岸部では、洪水が報告されている。台風の被害が出た美ノ川7月16日朝には、西日本の広い範囲が強風域に入り、台風からの湿った空気が流れ込んだことで、四国から、 東北南部にかけての広範囲で局地的な大雨となった。四国から関東までの各地で土砂災害警戒情報が出されたほか、17日には和歌山県新宮市熊野川町や戸辺市元宮町で熊野川やその支流が氾濫。高知県から茨城県の2府14県で108二7284人に、避難勧告4万3384人に、 避難指示が出された。台風の中心が日本海に抜けた17日夕方以降は活発な台風の外側の雲が関西にかかり続けて、京阪神では記録的な大雨となり、兵庫県神戸市で18日1時40分までの24時間で観測史上最大の272ミリを観測するなど多くの地点で観測史上最大。 または7月最大の雨量を観測した。交通機関関東を中心に各地で JR 線などが運転を見合わせとなったり遅れが出たりした。また、高速道路は中央自動車道や東名高速道路が通行止めとなった。さらに、航空は100便以上が欠航となった。近畿地方では17日夕方から18日明け方まで。 断続的に大雨が降り続けた影響で JR 線を中心に運転見合わせが相次ぎ一部の路線は18日午前9時になっても運転再開のめどが立たない状態となった奈良県戸津川村では乗り面崩壊により国道168号が2ヶ月にわたって通行止めとなり代替交通としてダム湖で都線が運行されたありがとうございます